おざっす。今日もね、黒松持ってきました。じゃじゃん、ミニの黒松、こんな感じのやつ、 KRM の9番です。今日こいつの春準備やっていきましょう。はい、早速やっていきましょう。今日触っていくのは KRM の9番、黒松の9番です。はい、こんな感じのちっちゃい素材となっております。曲はすごいですね。曲は足元からごっつい曲が入ってるけど、まあそれなりに枝数も芽数も増えてきて、なんとなく形が見えてきたかなといったところ、まだまだなんですけどね、しっかり枝数整えて棚を作っていければ面白いことになるのかなと思います。で、足元の雑草を取りつつ、恥ずかしいですね、いつもの恥ずかしい、やっていきましょうか。恥ずかしい、悩ましいのがね、こういう目なんですよね。残す、落とすみたいな、どこから手をつけていいか分かんない。とりあえずここから行こうか。いいよ。ここはちょっと強いんで3目残しにしようかな。下の枝なんだけど、ここは3目残しでいっちゃいます。3目というか3対か、葉っぱを3対残す。いいよ、細けー、これかな、これを抜けば3対かな。これもいらない。 OK、 ここ3対になりましたよと。裏にあるこいつもなかなか強いんで3でいいかな。目の強さに合わせてやってみましょう。こいつもなかなか強いな。あ、今の取ったら2対になっちゃった。もういいか。はい、この辺ここも3対になってますんで、裏にもあってここ3対1本取っちゃった。はい、こんな感じで恥ずかしい、全体的にねかけていきます。はい、恥ずかし完了しました。こんな感じでスッカスカ、はんはんはん、いいね。この木ね、ちょっと難しいんですけど、この立ち上がりって右に倒れてるじゃないですか。右に倒れてるから、そのまま右流れにした方がなんか素直かなっていう気はしてるんですけど、この木ね、今これが差し枝チックになってて、左流れになってるように見せかけつつ樹幹部は右に倒れてる。わかりますかね、こう頭がちょい右にある感じなので、すごいバランスが悪い状態なんですね今。これを土弦か剪定かっていうのが今の状況。まあ針金かけて、これが長すぎるんだよなって、単純に短くしたところでっていうのはある。短くしても、まあ、これ長すぎるんで左流れかって思われるんだったら短くすればいいじゃないか。でも単純に短くしたところで、いまいち、やっぱりこっちを差し枝作っていかないとな。これでこいつで差し枝作っていかないとバランスが整わないかなと思います。はい、まあ、そんな樹形の悩みはあるんですけど、とりあえずハサミでカットしていきましょう。
はい、刃先のカット完了しました。こんな感じでございます。なかなか刃が短くなると見た目がやっぱりいいですね。すっきりして、はい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 。やっぱりこの木はさっきも言った通り、右流れなの左流れなのっていうところがしっかり決まってない感じの樹形になっちゃってるのがウィークポイントかなと思います。改善しなきゃいけないポイントですね。左に流してもいいんだけど、なんかボディが一回こっちに行っちゃって、いまいちだなぁといったところ、どうにか改善していきたいですね。右流れにしていくのか左流れにしていくのか、しっかりお絵描きして、まずは樹形構想を立てていかないといけないなと思いました。じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。はい、黒松の9番手入れ完了しました。葉っぱもねだいぶ透かされて気持ちよくなりましたね。いい感じいい感じ。はい、この状態で春を迎えて、今年もぐんぐんと成長して枝を増やしてもらいましょう。じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。